何してるんだ竜崎。いえ、何ってほどのことじゃないんですが、金の音が。金？ええ、金の音が今日すごくうるさいんですよね。何も聞こえない。それは僕が一番よく知っている。ええ、その通りです。ライト君、しかし不甲斐様でしょう。どういう意味だ。生まれてから一度でも本当のことを言ったことがあるんですか。人間はそんなに完璧に出来上がってない。誰しも嘘はつく。それでも僕は故意に人を傷つける嘘だけは言わないよう心がけてきた。それが答えだ。いや、ひどい目に遭いましたね。お前が悪いんだろ、あんな雨の中を。そうですね、すみません。寂しいですね。え？もうすぐお別れです。よくやってくれました。いえ。早速ですがノートを運ぶ手はずを整えてください。はい。おい竜崎、どういうことだ。ノートを実際に試してみるということです。なんだ停電。No, no, no.